さて、IQ ぶち上げていくか。詳細は昨日の動画参照。フライング V5000VT! 現在は下がる水闇自然クライマックスジャオが秘密マジック。5シーズアーティクリカブレスラーチェーン、4シージャオも水闇自然グラスパー、果ては水魔道具、水闇魔道具までありとあらゆる水が入るデッキに採用されています。さて、このカードの強さですが、大前提として環境に存在する小型クリーチャーの強さと分かりやすいくらいに比例します。今でいうと水闇自然クライマックスジャオガと秘密マジックの2大巨頭ですね。この2つがトップに君臨している都合上、多くのデッキは採用を余儀なくされています。そしてこの 5000VT、 同じカードでもより強く使えるデッキとそうでないデッキが存在します。その明確な基準がマナや盤面を能動的に伸ばせるかどうかです。例えば水魔道具の 5000VT、 こちら側が調子に乗って盤面の数を広げすぎないようにさえすれば、プレイング次第である程度腐らせることができてしまいます。反対にデドナムなんかは1枚で 5000VT がバトマナで2コスト軽くなるので、水魔道具よりは5シーズアーティクリカの 5000VT の方が脅威に感じることが多いです。そんな 5000VT を最も強く使えるデッキが何かというと、そう、水闇自然クライマックスジャオガと秘密マジックです。前者は自由自在にコストをコントロールでき、ほぼ1コストでジャストダイバーの12003打点とかいうバカタレを生かし、なんならクライマックスジャオガなしでもそのままフィニッシュにつなげられ、後者は自身がマジックであることも相まって、相手のメタクリを完封しながら次のターンにはそのまま革命陣へ。まあ、いつの時代も結局メタられる側が強いってわけ。以下、実践的な小ネタ小技の紹介です。 5000VT の投げ合いは基本的に後出しが正義です。というのも 5000VT を投げられた開始にろくに動けないと基本的に負けます。そんな 5000VT の開始に動ける一番強い動きが基本的に 5000VT なので、相手の 5000VT を先に吐かせるという思考は常に持つようにしましょう。逆に相手が開始で絶対に 5000VT を出せないタイミングの 5000VT は最強なので、同時に圧倒的な理不尽として押し付ける使い方も意識してください。次、アーテルゴルギーニとの組み合わせが強力です。これ意外と見落としがちなんですけど、相手の5000より大きいクリーチャーのパワーを条件以下まで下げてから 5000VT を出すことで除去できます。もちろん元のパワーが大きいので開始のターンにまた出されることにはなるのですが、もうゲームを決めきれてしまうタイミングなどでは重宝するテクニックです。そんなあまりにも高すぎる現代の教科書かっこ1冊4000円、 5000VT についての意見感想エピソードはコメントまで。またこの動画に Twitter ID 付きで内容のあるコメントをくれた方から抽選で1名様にプレイマットとスリーブのセットをプレゼントします。プライベート用ではない検証用のアカウントでもよしとしますので、毎日コメントして再びこのシリーズを盛り上げてください。それではまた次回。